こんにちは、ひかりです。今回はこちらですね。ババーン。秋葉原のね、ラジカンの中にあるジャングルで買ってきた、ウルトラマン AT 関係のカード。多分、当時物だと思うんだけど、一袋220円で高くて、しかもあんまり入ってないんだけど、それをね、あるだけ買ってきたんですよ。二つ、三つ、四つ、四パック買ってきたんだ。まあね、800円ぐらいいっちゃうんだけど、四パックでね、 まあ、もともと多分ね、一パック400、まあ、500円ぐらいで売られてたのかなちょっと、どれか見える ?452 円とかで売られてたみたいなんだけど、それが安くなって200円で、レジ横に並んでたんで、レジ横っていうか、レジ前の、あのー、なんていうのカゴじゃなくて、あのー、安くなった特化コーナーみたいになってて、そこにあったんで、ちょっと買ってみました。なのでね、こ,のこれをね、開封していきたいと思います。あと、これちょっと見ていくとのと、あと、これこれ。 アマゾンでね、送料込み255円だったので買いました。あの、ツイッターでね、あの、情報を見つけて、そう、僕のフォローしてる人が安いってい、いいって言ってたんで、僕も買ってみたんですよ。アマゾンで送料込み255円だよ。シンゴジラ造形作品集っていう、なんか、ソフビ作ったりするのにもいいんだって。まあ、アマゾンアウトレットで買ってるんだけど、アマゾンでね。定価2800円だからね、ほら。 これ255円だから多分中もねパラッとしかまだ見てないけどなんかすごいいいんですよこれはね読み物としてね読みごえがありそうなんでちょっとねこれも、うん、皆さんおすすめなんでよかったら下にリンク貼っとくんでね買ってみるのもありかなと思います安いんだよね今うんまあじゃあ見ていきましょうかハサみが必要かなよいしょ AT 今ねちょうど僕の中で流行ってるんですよね、まあ あの、YouTube でやってるじゃん、今、エイティ。だから、嬉しかった。まあ、ちょっと200円で高いんだけど、まあ、当時ものということを考えればね。はい、エイティ。まあ、まずエイティね。はいはいはい。デビロンの体に、デビロンに体を乗っ取られるな。敵の怪獣まで全部覚えてないんだよな。ほうほうほう。これがこれがデビロンだ。あれこれ何割で出てきたやつだろう 見たことあるかなまだ途中なんだよねあれなんか同じようなのばっかだなウルトラキックでもこれ当時物っぽいねこのカードねただ状態めっちゃいいんだけどへえ。あ、タブラなんか見たことある気がする違ったっけなまあ本編の中の切り取りだねサクシウム光線 そうだね、全部あのキャプチャーっていうかそんな感じですね危うし80うわすごい80のパワーパワー系の背負い投げああ80のこうねはい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 ウルトラジャンプお敵怪獣のああかぶってるかぶってる裏面一緒かなそうだね 被ったカードはね、どうしようかな。これも被ってるの、さっきと。これも被ってるな。お、新しいの。あ、ラッキーカードだって、このカードを、え、このカードでパズルがもらえるんだって、もうもらえないだろうけど、ラッキーカードだって、これ。<laughs> 当たりだったんだ、これね。あ、この怪獣っていうかロボットかわかんないけど、出てきたな、これ。かっこいいんだよ、ね。メガゴジラに超似てない。かっこいいんですよ。 メガギラスなんかメガギラスみたいなへえー、いいなこれどうしよっかなダブったカードはなんか誰かにあげたいけどねダブってまで持ってってもらうってとこあるし青空と AT。サタクシウムコースだよねこれは危うし AT だねかぶりエイ そう、必殺技がね、作詞ム光線などって書いてあるけど、いくつかあるよね、確かね。これもさっき出てきたね。あこれあれだ。ダダッコ怪獣、ザンドリハス。あ、また当たり。ラッキーカード。あ、今度は商品がもらえますだって。これなんだろう。あれかな。なんか駄菓子屋さんとかのやつなのかな。あ、これね。このメカギラス、メカギラスのね、お話ね。ちょっとね、不思議なお話だったからね、よくわかんなかったんだよね。あ,これあとはかぶりだ。 かぶりかぶりかえちょっとかぶり多いなかぶりがめっちゃ多いかぶりが多いですねまああんま種処理ないんかなもともとそんなこともないだろうけどな100種類ぐらいあるだろうけどね作詞コースターこれもかぶりだよなこれもさっきタブラかぶりあ新しい技だウルトラアローショットこれかっこいいな あ、これ新しい。わ、エイティがすごい。なんか、プロレス技みたいな。ウルトラシザーズフリング。もう完全にプロレス技だね。あ、これ新しいな、これ。怪獣。ノイズラ。はははは。エイティ。これは、目段。ここら辺のさ、ソフビ化されてない怪獣ってさ、大体、あの、エンビ林業にはなってますよね。怪獣消しゴム的な感じで。 ウルトラ背負い投げだからティの怪獣揃えられるんで、ね、あホほだっけあこれは当たりだ。商品がもらえる。ホうは装備がされてるからね。これもあれか、作コース。ラストワンパック。まあ別に当たりとかないけどね。まあどんなのが入ってるかなと思って。よいしょ。これもティウルトラマン80、ティ。 あ、この新しい。かっこいいなんか、か青空の。ウルトラダブルチョップ。かぶりかぶり。あ、新しい。あ、これまだ見てないかもしれない。この日の回。次かなんかこれだった気がするんだけど、違ったっけな。なんか、あの、体調が襲われる回だよね、次。もう配信はされてるんだけど、まだ見てなくて。これだっけな。違ったっけな。あ、これ新しい。あ、ミュウね。ミュウ出てきたね。 あれ違ったっけあれ違うかなわかんない。あ、記憶が曖昧。もういろんなの見てるからさ、今日も今さっきまでライブマン見ててさ、その前何見てたっけなアベンジャーズかないろいろ見ててさ、ごっちゃになっちゃうんだよね。で、地盤とかも見てたし。ほうほう。おー、いいね。なかなかこう、今にはないカ,カードで。AT 見,見ながらこれね、ゲットできたのはラッキーでしたね。 ま、800円でこれぐらいだから、まあ、新品で買ったら、ま、そんなもんでしょうって感じで。まあ、状態もいいし、当時物でもうね、え、80って80年だよね。だよね。80年だから、20、40年前。なんでこんな状態いいのやば。状態良すぎでしょ。40年前にしては。あ、そうだ。これも見てこうか。これはね、缶バッジ2つ入ってて、55円ってことでね。 見ていこうかなこれはねパワードとグレートなんだけど缶バッチはいウルトラマンパワードパワードアボラスとパワードバニラかっこいいねはいそしてこっちが u m a ユーマウルトラマングレートはまだちゃんと見てないからわかんないんだけどあ地球防衛軍のあれでしょう ロゴ的な UGM 的なスーパーガッツ的なやつでしょうはいあそうワゴンだあのジャングルのレジ前のワゴンにあったんですよだから値引き商品がそのワゴンにいろいろ入っててその中から買いました、まあ、他にもソフビとか買ってるんだけどまあそれはね以前のこ、えー、購入品紹介秋葉原の購入品紹介みたいなやつで紹介してるんで是非ねご覧ください まあそこのね、個別でも紹介するかもしれないけど。う1枚ずつなんかファイリングしなきゃな、これは。ただ、ダブってるカードはどうしようかなって感じだけど。売るっつってもな、なんかちゃんとしたショップに売るか、まあ、これ、こういうのってあんま売れないんだもんな。単品ではね。だからまあ、誰かにあげたいとこですけどね。いいね。 素晴らしい、はいまあ、皆さんもねこう,うこういうカード系でさ有名じゃないこういうカードあの遊戯王とかさポケモンカードとかじゃなくてシリーズ化されてないカードっていうのがたまにあったりするんでそういうのもね是非皆さん、えー、探して買ってみてみるとねあのまあ遊びのことはあんまできないかもしれないけど見ておおってなるしあと意外と安いんでね今回はちょっと高かったけど安い場合も多いんで是非ね買ってみてください。 そしてこれね。これいいよ。なんか装備作ったりするときにね、参考になるみたいだから、これはね、いいですね。安かった、アマゾンで。うん、255円だから。今はいくらかわかんないけど、僕が買った後もまだ255円で、売れ残ってたんでいくつか。だから今安いんじゃないかな。ホビージャパンと。シンゴジラだね。わ、すごい見せれないんだけど、 わあ、やし仕り作戦とか、ミニチュアですっげえよくできてる。これはすごいぞ。わあ、すごい。うん、すごいすごい。いや、ミニチュア。やっぱいいね。本って。ネットで見るのもいいんだけど、本で見るとね、違う。全然。見やすい。 あ、ソフビ改造の仕方とか載ってるんだ。すごいな。ソフビ改造でゴジラが動くとか書いてありますね。そこからおすすめなんでよかったらね、リンク貼っとくんでご覧ください。ということで今回の動画は以上です。もしね、この動画良かったなと思っていただけた方は、ぜひ、評価ボタンを押してってください。それではまた。バイバーイ。